地図、OR 田んぼ国際空港から解消した、ヨハネスブルク近郊に所在する。年間旅客人員数は、アフリカの空港で最多の1944万人で、南アフリカ最大の航空会社である、南アフリカ航空を筆頭に、国内の航空会社の多くが、ハブ空港としている。それまで、ヨハネスブルグ周辺の主要空港であった、 ランド空港や欧州便を取り扱っていたパルミエト・フォンテーン国際空港に代わり、1952年にイーストランド・ケンプトンパークに開業した。当初の空港名は南アフリカ連邦の首相を務め、第二次ボーア戦争の指揮官であったヤンス・スマッツの名前にちなみヤンス・スマッツ国際空港であった。最初のフライトはイギリスのヒースロー空港から、 英国海外航空のデハビランド DH-106 コメットによって行われた。1970年代に入ると、コンコルドのテスト空港として利用され、航空機が高高度で離着陸するときどう機能するか明らかにした。しかし1980年代に入り、アパルトヘイト政策への国際的批判の高まりにより、国際連合が経済制裁を決定した。 それに伴い航空会社の多くは南アフリカ発議便の就航をやめなければならなかった。南アフリカ航空などは欧州方面へ向かうフライトなどで安全上の問題やアフリカ諸国からの上空飛行の拒否などでアフリカ大陸上空を飛行することができず一旦大西洋側などの洋上へ出るなどアフリカの膨らみを遠回して飛行をしなければならず当時長距離飛行に優れた。 ボーイング 747SP がよく使われていた。1996年にカイロ国際空港の旅客人員を超えた。2006年3月までに東空港はすでに1610万人の旅客を取り扱い2005年の同時期に比べ11%増加している。FIFA フフワールドカップ南アフリカ大会が開催される2010年までには2100万人に、 なることが予想されている。2006年11月26日には A380 がアフリカ大陸にある空港としては初めて飛来した。これは南極を通過しシドニーへ向かう途中の試験飛行で寄港したものである。1994年アパルトヘイト撤廃後の総選挙を経て発足した新政府は政治家氏名を空港名につけないことを表明した。そのため、 ヤンスマッツ国際空港をヨハネスブルグ国際空港に変更した。しかし2005年後半頃、ヨハネスブルグ国際空港からアパルトヘイト闘争の英雄であるオリバー・タンボの使命を取り、オリバー・タンボ国際空港に変更することが提案された。2006年6月30日に交付され、新しいサインなども整い2006年10月27日に、 名称変更が実施されることとなったが、名称変更には多額の費用がかかることや以前政府が表明した政治家の名前を空港に使用しないこととの矛盾に関して批判的であった。2011年にスカイトラックス社が実施する空港部門の評価でアフリカ空港部門で1位になった。高度が約1700メートルあり、空気が平地より薄くなっている。 それにより航空機の性能にも影響がある。例えば、ヨハネスブルグからワシントン DC までエアバス A340 から600で運航する場合、燃料を満タンにすると重くなりすぎ、東空港からは離陸できないため、燃料補給のためにダカール・レオポール・セダール・サンゴール国際空港に寄港しなければならない。これは、高地で空気が薄くなることで翼にかかる揚力が低下し、 最大離陸重量か、それに近い状態での安全な離陸は、航空機の設計上不可能だからである。これとは、対照的に、ワシントンダレス国際空港から戻ってくるフライトでは、出発地が定置なので航空機の性能を生かし、直行便で14時間である。南アフリカ航空は現在、西アフリカの市場を考慮しアメリカ合衆国に、 出入りするいくらかの便をセネガルのダカール経由で行っている。南北方向の2本の平行滑走路と使用されなくなった交差する滑走路がある。西滑走路 03L-21R は4400メートル以上、あり世界の国際空港に存在する滑走路の中では長い滑走路のうちの一つである。東空港の高度が高く薄い空気の影響で荷物を 満載にした航空機が離陸するためにはこれほどの長さの滑走路が必要であった。繁忙な時間帯には着陸する航空機は東滑走路を使い、離陸する航空機は西滑走路を使用している。国際線ターミナル空港には6つのターミナルがあるが、国際線ターミナル、国内線ターミナル、トランジットターミナルの3つの主要エリアに分けることができる。 トランジットターミナルは国内線の古く使われなくなったエリアに供用された。古くなった場所の大部分は新しい中央ターミナルを建設するため取り壊され、国内線ターミナルと国際線ターミナルの屋内連絡路とチェックインエリア、より多くのゲートが供用される。東空港は南アフリカ航空博物館の基盤としても利用されており、南アフリカ航空の記念物で満たされている。 1987年のヤンス・マッツ国際空港の時代の建物の時に二人の航空ファンの考えによって始められた。空港を管理している南アフリカ空港会社は2010年 FIFA ワールドカップに備えて大規模な空港の拡張を行うと発表している。計画には国際線ターミナルの拡張も含まれている。これは A380 の就航に対応したもので新しい。 ピアによって容量を引き上げる。新しい中央ターミナルは現在建設中であり、反対側には高層化された駐車施設が4億7000万ランドの費用で建設中である。ターミナル A は道路と結びつけられるなどの再編成等により多くの国際線出発スペースに充てられる。中央ターミナルでは容量が引き上げられ国内線と国際線の旅客が直接行き来できるようになり、 A380 に対応された荷物コンベヤも追加される。到着エリアはレベル1に設置され、出発エリアはレベル3に拡張される。レベル2では商業施設などが入居する。ハウトレインの駅もターミナル内に設置される。新しい国際センピアは到着と出発の取扱い能力が増加し9カ所の二重構造の乗り場が追加される。そのうち4カ所は、 A380 と互換性がある。ボーディングブリッジはすでに設置され免税品店外も拡張。追加されるラウンジなどは上階に建設される。新しい国際線ピアと改良される中央ターミナルは両方とも2009年に完成された。第二のターミナルを2本の滑走路の間に建設させることも議題に上り、2012年までに 完成させることが提案された。国内線と国際線のチェックイン施設、乗り場、店舗、ラウンジなど計画の整備に要する費用は8億から10億、ランドの範囲とされている。2015年までには毎年2400万人から2500万人の旅客を扱うことが予想される。東空港は世界的に A380 を扱うことができる少ない。 目的地であるとエアバスはリストしている。世界的な航空会社は長距離の目的地として、ヨハネスブルグビンを運航するため、A380 が就航し、サービスを開始する最初の年に東空港で見られることとなるかもしれない。ロンドンからのほとんどのビンは毎日ボーイング747が使用されている。2009年4月1日に建設中の新ターミナル B が完成し、 南アフリカ航空全路線が集結するようになった。そして、2009年から、エールフランスが東空港に A380 を飛ばしており、現在は、エミレーツ航空、ブリティッシュエアウェイズが A380 を飛ばしている。OR 田んぼ国際空港駅空港と市内を結ぶ、公的なシャトルバスは存在しないため、タクシー、または各ホテルの送迎バスを利用することになる。 タクシーでヨハネスブルグ市内まで約25分、料金は300から350ランド。国際線路線図国際線路線図国内路線図デルタ航空はアメリカ合衆国ジョージア州のアトランタ国際空港と東空港との間で2006年12月4日より就航を開始しているが2009年6月2日からボーイング777から 200LR を投入し、 直行便に切り替えた。デルタ航空はアメリカ合衆国のメジャーな航空会社では唯一南アフリカ路線に就航している。南アフリカ航空はワシントンダレス国際空港とジョンカイケネディ国際空港との間にすでに毎日就航している。日本との間では南アフリカ航空が以前は関西国際空港までバンコク経由で乗り入れていたが現在は運休中である。 香港発が NH6665SA287 便、ヨハネスブルグ発が NH6666SA286 便で毎日運行している。ありがとうございます。